けど楽しかったです。この選手は先輩のような攻め上がりも素敵でした。みんなは上がると思ってるんですけど、でもチャンスがあったら上がったらチャンスだし、これからもみんなには迷惑かけるかもしれないけど、チャンスがあれば行きたいと思います。